イオンスタイル新茨城は大阪府茨城市にあるイオンリテール株式会社が運営するショッピングセンター。かつて阪急電鉄茨城市駅前にあったジャスコ、茨城店の後継店舗の位置づけで1986年7月31日に現在の位置にジャスコ新茨城店を各店舗としたショッピングセンター、茨城ショッピングタウンとして開店した。 ジャスコ茨城店は、同年7月中旬まで営業を行い、後地は現在茨城市が運営する阪急茨城北口駐車場として、自動車及び自転車の駐車場になっている。茨城市の東部に位置し、開店当時は、同地区最大規模の店舗だった。東 SC の150メートル北側に、大英茨城店があったのをはじめ、阪急茨城市駅周辺の長崎や茨城店。 日井茨城店、JR 茨城駅周辺の泉谷茨城店といった、競合店が多数乱立していたが、現在はいずれも閉店している。ジャスコ新茨城店の初代店長は、現在4株式会社の取締役兼、代表執行役社長の岡田元也が務めた。開店当初の店舗テーマは、生活宝島で、 それ以前のジャスコとは違うコンセプトやレイアウトを積極的に取り入れ、インテリアやサービスの質も向上させるなど高級化を図り、斬新な店舗展開を行った。このジャスコ新茨城店での取り組みは既存の GMS を見直すきっかけとなった。およそ25年が経過した2011年4月15日に全館を改装してリフレッシュオープンを行った。 その6年後の2017年6月3日に全館を改装し、イオン新茨城からイオンスタイル新茨城に名称を変更、関西初のグランドジェネレーションストアとしてリニューアルした。これと同時に、玩具や子供服などの取り扱いがなくなった。なお近隣には、イオンモールが、延べ床面積6万平方メートルを超える大型ショッピングセンター、イオンモール茨城を、 JR 茨城駅前に展開している。ありがとうございます。